帰ってきたー。新、スプラトゥーン2番荒野行動、ゆっくり霊夢だよ。あの名勝負が再び、ゆっくりマリサだぜ。ということで今回は M 島さん企画のスプラトゥーン2番荒野行動、新ルールになって帰ってきたよ。今回は、全武器が使用可能で、メインの他にリンクアーマー、センサー、シールド、マルチミサイルのみ使用可能だぜ。前回と同じく、相手を撃つ以外で塗るのは禁止。すでに塗られているところに潜伏するのは OK だよ。そして今回、最も大きく変わったところがあるぜ。それは、相手をキルした回数を競うということ。というとつまり、今倒した人も普通に復活してくるぜ。マジで？そう、今回は自分のデスした回数は関係ない。とにかく何回相手をキルできるかが重要だぜ。それじゃああんまり荒野行動っぽくなくない？まあイメージとしては、決戦区での戦いを打ち合いで何度も繰り返す感じだな。スプラトゥーン2番荒野行動ということで、スプラトゥーン2でより楽しめるルールを考えてくれたぜ。確かにこれ、めちゃめちゃ楽しい。なんかこのわちゃわちゃした感じ、すごい好きだわ。確かに、前回の方が荒野行動っぽかったかもしれないが、一度デスしたら終わりだから、すぐに楽しめなくなっちゃう人が出てきちゃったもんな。私もスタート地点でどれほど待機したことか、一方今回はデスしても復活できるから、みんながみんなごくんいっぱい楽しめるぜ。ってことで復活しました霊夢ちゃんです。今回は、ピップリンさんとカイちゃん霊夢さんの、二人の実況者さんも参加しているぜってなんだその動きは。本人曰く、相手に攻撃できることを忘れていたそうです。平和主義者かな？というわけで、やっと3キルか。でもこの感じ、勝つにはまだキルが必要そうだな。でもなかなかいい位置が取れないわね。わ、センサーまでつけられたな。これはやばいんじゃないか。はい、ヘッドショット食らいましたー。あ、外にいるな。食らえ。あ、あれ？ハコフグでスクイクで相打ち？なんかデジャブなんだね。みんなひどいです。クイックリニアルファです。なんで今まで無視するんですか？あ、すまんすまん。ちょっと新ルールの説明とか盛りだくさんだったから。それにこの動画初見さんも見てくれてるかもしれないから、いきなり武器が喋り出したらびっくりしちゃうだろ。なんか存在の根底から否定された気がするんですけど。スクイックリニアルファ、通称スクちゃんは当チャンネルのいじられキャラとして活躍しています。いじられキャラ？いいからいいから、そこに敵さん来てるぞ。よし、私も死ぬのだから、お見せするだけなー。なんですか、私の最後の見せ場かもしれないのに。ごめんなさい、スクちゃん、ちょっとうな重が食べたすぎて。絶対悪意あるだろ、この子。さあ、キル数は？ 5 か、ダメじゃん。優勝は野獣さんね。負けてしまったけど、とても楽しかった。さて、新スプラトゥーン2番荒野行動、いかがだったかな？タイトルは PUBG じゃなくて荒野行動になっているが、特に差はないんだぜ。どっちでもよかったんだけど、たまたま荒野行動になった感じね。当チャンネルでは荒野行動も実況しているし、PUBG も今後実況する予定なので、よかったらそちらの方もよろしくお願いします。それじゃあ今回はこの辺で。まったねー。